はい、こんにちは、山本一郎でございます。今日は、シンガーソングライターの槇原敬之さんが、また覚醒剤処置で逮捕されちゃったっていうニュースが出てきましてですね、ちょっとじくじたるところはあるんですけれども、ある週刊誌の媒体ですね、彼と非常に親しい、関係者の方からちょっとどうも再会していたらしいという話は出ていて、その時はその覚醒剤というよりはその合成麻薬の MDMA なのかな、なんかその辺をでも彼がそのまた復帰しちゃったよねっていう話が出回っていて、1年ぐらい、前のことなんですけれども、ちょっとしたその、みんなで注意喚起をしたりとか、いろいろセレモニーがあったみたいだったんですけども、結局、自分の意思でやめるのは難しいですよね。この辺りその、本当に犯罪は犯罪なのでやってしまったものに関してはきちんとその、反省をしてですね、再起を誓ってほしいというふうには思うんですけども、その一方でやはり一回依存してしまうとですね、なかなかその自分の意思だけでは全部断ち切ることは難しい。またさらにこう自分 の, その身の回りの人がですね、そういったその関係を持ってしまっているとですね、自分だけはやめますとこれはなかなか言えないんですよね。そのあたりも含めて考えていくと、やはりその今まで自分が培ってきたものも全て台無しになってしまう恐れがあるようなことは、なるだけやらない方がいいと言いながらもですね、しっかりとした治療ができる体制は必要なのかなというふうには思うわけです。でおそらく今回その、実刑になると思うんですけども、今回ちょっとそのみんなでちょっとびっくりしたのはですね、関係者も一緒にこうどうも引っ張られそうな雰囲気がしてですね、でちょっと意外な人たちも名前が上がってるんじゃないかってことで、これからいろんな報道が出たりとか、結構サプライズの対応があったりもするんじゃないかみたいなことがちょっと巷で出回ってきていて、なんて言うんでしょうかね、せっかくそのもう復帰して頑張ってやってきて、でここに来てまたかっていうのはちょっと、思ったりもするんですよね。そのあたりはそのコミュニティの中でも、どうやってその彼がその、今回の話をそのきちんと償っていくのかみたいなところも含めて、議論をしていったらいいのかなというふうには思います。この後の展開としてやっぱりその今申し上げたようにその他の人たちの名前が改めて出てきたときにですね、それをそのどうやってみんなで、そうは言っても、早くその、復帰してねっていうことも含めてやっていくっていうのも大事だと思うんですけども、ピエール滝さんみたいにこう初版で、いろいろその、誤ったりとか、あとその自分たちで出直しやっていますというような方で、復帰される方もいるんですけども、ちょっと槇原さんに関しては前回は前回だったので、みんなこう結構びっくりしてるし、そうは言ってもちょっとこうなかなか抜けられなかったのかなっていうことでですね、関係者も結構衝撃を受けてるんじゃないかというふうには思います。非常に残念なことでありますけれども、メディアの側からその彼の今後の、裁判であるとか、あとその復帰に関することはそのずっと見ていきたいなというふうには思っています。以上です。